色ライダーでございます。虹色ライダーズを始まっております。勝手に、はい、ということで今回は群青豊さん、来てもらってます。いろいろ撮ってますけれども、もしもシリーズも1個だけちょっとやろうかなと思いまして、ご協力お願いいたします。もしもしよし、 OK、 今回のもしもは、もしも歴史上の人物に会えるとしたら誰に会いたいかです。まあ、話したいとかそういうことですね。歴史上の人物、歴史上の人物、はい、はい、行きましょう。まあいろいろいますけども、僕は、まあ、あえて一人にするなら、はい、じゃあどうしようかな。群青さんからいきますか。はい、いきます。せーのでいきますか。はい、せーの、ドン、ノブッチっすね。お、織田信長。うん、そうですね。織田信長、織田信長、お徳川家康。あ、結構おお、もう時代かぶってるね。もう 3人の2人ですね。そうだね。ああ、らら、信長。いや、信ちゃんですね、やっぱ信ちゃんに、まあ実際あったら、叩き切るかもしれないですよ。あ、実際なかったら叩き切るで、はい、もうパーって、いや、うっすよ叩き切るかもしれないですけど、うんうんうん、でも、もうドラマとか、うん、映画とか、うん、漫画から出てくる野田信長も最高さ、僕の中で。なるほど、かっこいいっていう。もうとにかくカリスマ性というか。ああ、そうだね。もう覇者というか、うん、もうどんなあれでも合うっていう、うん、主人公の信長もいいですし、うん、ラスボスの野田信長でも合うし、ね、確かにそれってすごいよね。そう、うん、で、はたまたおバカな織田信長でも、なんか、ああそれでこうやって些細に殺しちゃうんだとか、そういうちょっとなんていうんですか、イカれた表現というか、そういうのでも合う、役に合うというのが。なるほど。まあそうですね。まあ実際お会いしてないので、あんまり熱く語ってって言われても、なんか、ないから分からんの。そうですね、長篠の戦いっしょみたいな流しますっすねみたいなぐらいの感じで、だから鉄砲っすね、鉄砲あれさらっと、ね、あけっちゃんって、あけっちゃん何してんのみたいなそのぐらいで。そうですね。なるほどね。いや、まあ、まあ、確かに、まあまあまあ気持ちはわかります。いや、まあ僕はですね、この徳川家康ですけども、まあまあすごい有名ですよね。いやでもこのね、もしもをやるときに、まあ迷うわけですよ。それはもちろん織田信長も会いたいなと思うし、うん、誰かな、最初聖徳太子とか分かんないんですけど、はいはいはい、聖徳太子が10人 の話を一斉に聞いても聞き分けられるっていう、あ、どうやってやってるの、有名な話ですね。そのやり方教えてっていうのもあるし、うん、そうそう、あとまた僕伊能忠敬が結構好きなんですよ。日本地図作った人ね、あの人の心境とか、いや、それ結構恒例であれやり遂げたんですけど、うんうん、とか聞きたいな。でもなんか一番聞きたいのどれかなって考えたら徳川家康なんですよ、うんうんうん、徳川家康が、うん、何の戦いかちょっと名前忘れちゃったんですけど、うん、武田信玄との戦いで負けるんですよね、はいはい、負けて、どこだったかな、浜松だったかな、どっかにこう逃げるんですよ、うん、馬で、うんうんうん、はい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 、そんで逃げた時に、うん、俺を書いてくれと、うんこ漏らすんですよね、徳川家康。マジっすか。それは恐怖からなのか分かんないけども、うんこを漏らして、今俺はうんこを漏らしてると、この感じを書けと、うん、つって、なんか徳川家康がすごいなんか無様な表情とかをしている、ちょっとその名前忘れたけど、それがあるんですよね。俺その心境が聞きたいって思った、一番聞きたいのはってちょっと考えたら、それで徳川家康なんですけど、で、あれはそもそもすごい負けて悔しくて恐怖なのか、うんうん、どういう意図があるのかは定かではないんですよね。こっちの想像なんですよ、うんうん、負けたからっていうことでうんこが出ちゃった、うん、それでなんか今後 その戦に、ね、関して、なんだろう、負けたこともあるっていうのがすごく、うん、これあれスラムダンクでね、負けたこともあるっていう、はい、大きな財産になるってね、なんか三王でね、監督がいる、それとちょっと似てんのかなとか、川田の泣き顔、そう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 、泣き顔ね、それと同じことと思って、その負けたことがあるっていう、それが大きな意義をなすためにこの俺を書いてくれっていう風に書かせたのか、すげえ深いなと思って、いやー、そういう
スのイメージって、うん、なんか坂本龍馬となんか、はい、すごいウリ二つみたいな似てる感じが、うーん、なんかそういうイメージでした。へえ、もうなんもうなんかクソするぜよみたいな、あこんなやつもうあーってもう知らんってクソするって書けみたいなあいやいやみたいなところの大きい、うん、あなるほどね、っていう、まあ、その話を聞くと、もうなんかそういうイメージなのかな。いやだから分かんないけどね、その辺の話が、まあ、ケビチバンもそうさ、このもしもしのシリーズで、ね、やっぱりもう思いの丈をぶつけるってことですね。そういうことだね。いや僕もなんかすいません、なんか叩き切るとか言って叩き切るだよ。いやそうさ、もう真面目なんですよ戦国時代の人たちって、うんうんうん、あんなに部下いて、うん、おまあ王というか何ていうんですか、将軍、うん、将軍なんであんなにこう偉そうにして誰も怒んないんだと。あもうあんなの4、5人いたらもうあもうやっちまうみたいな、 あいつやっちまうみたいな、あピシャッっていう時代じゃないっつうのが、あのドラマとか見てて すごいなこんなみんな嫌な思いしてもまあでも届くみたいな感じで、うん、まあでもなんか、まあ、わかんないけど、うん、あの時代で例えばさあの、まあ、5人ぐらい仲間をさ、はい、あの増やしてじゃあ例えば織田信長を切ろうと、はい、ちょっと不満持ってるから、うん、ちょっと不満会みたいなの集まったやつがね、うん、やろうやって思うけども、うん、あの時代って結構さ、うん、その内通者っていうのが当たり前でしょ、要はスパイじゃないけど、うん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 、誰が、うん実はこの情報を漏らされてるからどうしようとかっていう節もあるんじゃん。行こうと思った時にもう構えてたっていう、うわ内通者が一人いたとかってそういうさ疑心暗鬼じゃないけどそういうのでなかなか手が出せなかったとかっていうのもあるんじゃないかなっていうのもあるし、その時代でやっぱ生きた人しかわからないこの空気感っていうか、例えば総理大臣ね、春田総理大臣だとしてもさ、安倍さんが嫌だとか殺しに行かないでしょ、うん、みんな不満持ってるけど、確かに、まあ、逮捕されるっていうのもあるけども、うんうん、そういう結局自分に返ってくる罪というか、うんうん、そういうのを考えたら、まあ、何もしない方がいいのかなっていうふうにこう、まあ、従うわけじゃないけど、そういうのもあるのかな、いや分かんないけどね。明智光秀とかも正々堂々とですよね。でもまあ一応は仇討ちで、うん、でもなんていうんですか、一人でやってる行動じゃないですもんね。そうだね、もうたくさん連れてよく、うん、あの本能寺の変では、うん、あれがもうな、うん、えって寝てるとき家来だったら別にいても屋敷に変じゃないじゃないですか、うん、で恨み持ってんならもうすぐもうふさっふさっで殺人、ただの殺人みたいな、うん、でも死にたくなかったのかなとか思ったりしちゃうんですよね。明智光秀は死にたくない、やっぱ殺したら殺されるじゃないですか、すぐ。そういうのがあったのか。まあね、セキュリティとかどうなったんだろうね。まあ今みたいにセコマはもちろんないけども、忍者とかいたでしょ、きっと。あ家にこう、なるほど、張ってる、それを職業としている。風魔コッコタロンみたいな。がこう常に監視してたりとかさ、寝てる織田信長さ。なるほど。そっか。まあ、まあ、そうそうね。24時間のコンビニもあるぐらいですか、うんうんうん、そっか。だから俺らが想像してる以上に実はそういう暗殺系はめっちゃ日常茶飯事にあったのかもしれないけど、うん、始末されてたんじゃない、もしかしたら。なるほど、うん、ドラマにはない、うん、そう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 、うん、そういうのね、俺らはこうね、そういうなんか教科書から学ぶことしかできないから、うん、いやそこですよ、もう実際どうかわからない、うん、本当に、だからもう想像をこうよりなんていうんですか、膨らませて、うん、もう考察していくしかないってことですよね。まあそうだね、うん、まああといろんな歴史書を読むっていうことは、ね、いやそう難しい話になってくる。ほんと多分学校で習ったことなんて本当表面上のみだと思うのさ、そうそう、うん、いろんな歴史書だし、それから要は残っている歴史書も本当に正しいかどうかもわからないし、うんたまたま、ね、適当に書いたやつがずっと残ってたっていうだけで、うん、それが正しいかどうかわからない話。でもなんかこれだけは言えるのが、歴史上の人物が、うん、誰に会いたいってなった時に調べました。
いろいろインターネットで調べたんだ。検索したら、はいはい、まあ思ったのが名前みんなかっこいいって。なんだこいつら、それはなるわみたいな。ああああ、うわって。なんか いちいちかっこいいですよね。佐藤とか田村とか例えばいたとしても、うん、もう下の名前がかっこいいから、うん、佐藤もかっこよく見えるみたいな。ああ、うわ。田村いるよね。田村。坂の上の田村丸いる。ああ、田村丸もいますしね。そういう。間に出ちゃったみたいな。まあ今言っただけでもかっこよくないですか、もう織田信長が。そうだね。だから僕もうかっこよすぎてもういじったんですよ、ね、のぶちゃんって。あ、なるほどね。のぶっちっすね。家康とかかっこいいっすよね。まあかっこいいね。ただあれですよね、そんなに人気ない人って、うん、そんなかっこよくないですよね、うん、あれいたみたいな。あ、秀次ってどこだ、誰だっけみたいな。ああ、確かに、ね、でもしっくりこない感じ。歴史上そのしっくりくる人はやっぱ人気あるんですよ、その黒田官兵衛。ああ、なるほどね。豊臣のなんか、兄弟よりは黒田官兵衛とかの知ってるとか。ああ、確かに。なんでみたいな、うん、だから僕ももし郡上豊かから、うん、もしかしたら名前変えるときはもう、うん、意識しますね。なるほどね、うん、刻まれる名前ですね。そうっすよ。だからもう虹朗さんもちょっと僕暗号欲しいっすね。ちょっと暗号、暗号プライベート用に。ああ名前じゃなくて暗号。あのもう店員さんとかに、うん、ああそういう聞かれるじゃないですか、うんうん、ああそういえば虹朗さんどうしたって言われて名字虹朗っていうのみたいな感じになっちゃう。そういうどうなんかニジさんとかもニジでニシさんニシさんかなっていう感じに聞こえるとか。ああ、そうですね。ちょっと欲しいですね。文章かっこいいよね。いや、もう本当に、いや、おかげさまでちょっとさんって言われるようになりましたね。ああ、文章さん。なるほど。結構田村くんだったんですけど、うん、くんよりさんがいいんだ。文城くんってやっぱくが2つあるから言いづらいんですよね。そう、言いづらいんだよ、うん、やっぱさんになっちゃうね。うん、じゃあさん、くんよりさん、いや、なんかテンション上がって、うん、味を占めてる感じですね。なるほど、うん、その名前で、まあ、刻んでもいいんじゃないかな。100年後、200年後に、あ、いたんだと。くんよりさんいたんだ。そうですわ。誰かがそのもしもシリーズをやって群青豊ですって豊かっちはって言ってくれればね、言ってくれるまで、うん、ちょっとやり続けましょう。やり続けますよ。ということで今回のもしもシリーズ、歴史上誰に会いたいかでした。聞いてくれてありがとう。ありがとう。見てくれてありがとうございます。さよなら。